なんもないんやけどさ、変なおっさんいっぱいおるなっていう話をしようか。じゃあ、うんうん、あの会社泊まってたからさ、一人銭湯行ったんよ、昨日、会社の近くの会社の近くの銭湯に、で、へいへいってずっと言ってるおっさんおったね。風呂の中でその人ずっと、でもずっとなんや、ずっと言ってんねんけど、ずっとなんかのあの洗面器とか椅子とかを片付けたはんねん、うん、でサウナ行って、サウナでな、なんかビート板みたいな、うん、座るやつあんねん、うん、なんかお尻そのままつけたら気熱いから、を行っては片付けて、うん、えいえいって言ってたです。おっさんってなんで変になんの？おばはんはそんな変になれへんやろ。いやー、おばはんも怪しいで。怪しい？まあ、おばはんの変になり方はちょっとこう、おっさんとは違うけどね。なんか服とかめっちゃ変になるやん。なんでお前、なんかどこで来てんのそれみたいな。うちのおかんとかよう来てるわ、なんか。でもさ、大体さ、なんか、じゃあ小学校の時とかな、運動会とかで健太のお父もそうやけどさ、なんかファンキーな変なやつおるなっていうのおとんやん、恥ずかしいの大体おとんやろ。そうやな、おかんでちょっとうわもうおかんやめてっていうのはあんまし、そうだな、なんかおとんは調子乗ったりするやん、おっさんは調子乗るな、調子乗って間違うやんか、うん、そうね、そうやな、なんでなんやろうな、なんでなんやろうな、なんかなりたくないよな。いやほんまいつからそうなんやろな、そういつか俺らもお風呂でういういって言いながら人の洗面所キーをずっと片付けて、何なんやろうな。昔な、俺あの小学校のサッカーチームやってた時に、サッカーの試合やってて、小学校のサッカーの試合ってまあ大体どっかの小学校でやるか河川敷でやるんや、そんななんか競技場とかじゃなくて、もう河川敷がメインや。で、俺の友達原やんっていう友達がおって、大体父兄さんとか見に来るんよ。ほんでなんかこう河川敷の下にこうコートがあって、うん、でこうなんていうの、まあ、まさにこう河川敷やからこうグーッと上がって防波堤っていうの、うん、上のところで府警さん大体見るんやん、はいはいはい、上からやったら見やすいし、うんうん、結構遠いわけよ、もう結構こう、その距離が、いかはらやんがちょっとボールでが金玉に多分当たって、まあまあまああることやけどね、まあまあそうやな、ちょっとはらやんこう痛そうにしとって、はらやん大丈夫って言っとったら、もう遠いとこからお父さんが、はらやんのお父さんがつるっぱげだったんやけど、はらやんさとしって言うんやけど、さとし金玉かって飛べ飛べ、金玉か飛べってめっちゃでかい声で言うてたね。そんなん言えへんやおかんは、やっぱそうやな、めっちゃ出た。さとしかんつって、金玉なのって言えへんやおかんは、やっぱし、お飛びなさいって言わへんな、言えへんやん、うん、おとんはやっぱそのやりがちやな、やりがちやろ、そういうミスをやりがちやな、デリカシーがないんかな、なんなんやろ、ちょっと気にならへんくなるのかな。いや、おっさんおかしなるよな、そう、なんかしかもなんかさ、正直もう本当にホームレスとかでおかしいんやったらまだしも、まあまあ普通のサラリーマンみたいな人のに、なんか電車でとか言うたらその人おるやんかな、おるおるおる、まあ、おばはんはおらんやんか、あんまし、そういうタイプにはならへんな、なれへんな、なんやろな。